大変ご無沙汰しております。焚き火ラジオのお時間です。こんばんは。何ヶ月ぶり？え、マジで何ヶ月ぶりなのこれ。いやもう 3,4 ヶ月ぶりじゃん。夏はやってないもん。うん、ちょっとだからこれをやりだすってことは夏が終わったっていうことですよ。なるほど。はい、ということで今日も村長と流星でお送りします。いや、息合ってんのよ。いや、なんか久々の感じで毎日やってる。打ち合わせとかないからね。いきなり始まるからね、うん、そうですね。でまあ今日本題っていうかね、うん、なんでじゃあまたラジオの時間なんですかっていうところですよ。はいはい、ということで季節がね変わったんで。なるほど。オータムになったんで、もう英語を出していく、うん、オータムジャンボ。日本語キャンセル会話だ。日本語キャンセル会話した。で秋来たよと。秋来ましたと。で秋が来たってことは冬です。もう秋なんかもうねすぐ行っちゃうんだから。秋なんて冬、秋なんて冬、もう結局だ、もうマジで遅いぐらいだよねこの発信をするのは。あ、そうなんだ、うん、だからまあ結局ちょうど1年前のラジオ最初の方でもその冬キャンプについてね、やってやりました、うん、でじゃあなんでやったかっつったら、そもそもこのラジオはいろんなキャンプ場のあの状況知ってもらったりとか、はい、キャンプってこういうもんだよとか、こういうキャンプがある、うん、こういう楽しみ方があるっていうのを知ってほしいっていうので始めたので、うん、やっぱりね毎年やるわけですよ、うん、冬キャンプについて、うん、やっぱ冬キャンプ友達とキャンプ行こうとか話してても、でも冬は寒そうだしなとか、うん、お客さんと喋ってても、いや冬やんないんですよねみたいな、うん、え、なんでやんないんですか、だって寒いじゃないですか。いや違うんです。違うんだ。違う、これは違うぞ。違う、冬、うん、どうやら違うっぽいな。冬なんです。キャンプは冬なんです。キャンセルしないでください。もう動画にしようぜ、ラジオじゃなくて。めっちゃ漏れもいいな、うん、見せられません、うん、まあでも本当にそう違うんですと、うん、冬キャンプをあの知ってほしいんです本当に、うん、でちょっとね去年ぐらいから冬キャンプあの広げる運動をしてるんですけど、うん、ちっちゃくね、うん、今年ぐらいからもうちょっと大きくやろうかなと思って。なるほどね、うん、でまあちょっとここでダラダラ話しててもですね、うん、あのあんまり広がんないんで、うん、気づいた。そう、いろんなとこでまあ言うんだけど俺は、うん、その冬キャンプいいよって、うん、かつじゃあまずこのラジオは冬キャンプを、冬キャンプっていいんだよっていう発信をこれからいっぱいしてきますっていうラジオ、うんうん、今日。あ、なるほどね。そうで、どういうじゃ発信していくの、じゃ例えば冬キャンプ寒いと思ってる人の、うん、寒さ対策を伝えなきゃいけないよね、うん、確かに寒いんだけど行く場所、うん、例えば千葉県とか、うん、茨城県とかの下の方とか、うん、まあったかいとこ行けば全然行けますと思います、うん、でそこら辺の行く地域をちょっとこう伝える動画を撮ったりとか、うん、あとは服装、うん、こういう服を着れば寒くないとか、うん、例えばユニクロのなんとかダウンとかさ、うん、ワークマンのとか、うんうんうん、そういうのを具体的に伝えたりとか、うん、っていう動画をそれはそれで撮るとか、ね、うん、あと冬ってどういうテントがいいのって、まあ、生地とかさ、うん、あの、まあ、あるじゃん、コットンのがいいだとかポリエステルはどうなんだとか、そうだよね、うん、そういうのも多分分かんないから、そういうのを全部伝えていきます、うん、なるほど、深掘っていくと。はい、なんか俺見てんのよラジオ、うん、去年俺らが発信した、うん、そうすると冬キャンプになんかねついて話してるのって全部おすすめとか魅力しか話してないの、うん、でもやっぱりそんなに、あ、冬キャンプってじゃあご飯美味しいんだとか、あったかいお酒飲めていいねとか、うん、焚き火ずっとできてあったかい、なんかやっぱキャンプ冬だねとかっていうイメージはつくかもしれないけど、うん、やっぱりねその視聴者のね悩みはね寒さなんですよ。なるほど。どれだけ冬キャンプの魅力を言っても、うん、いやでも寒いから行かない。なるほど、気づいた。そこをバチンとね。天才じゃん。天才です。やば、深掘っていくんだ。だから、まあ、魅力も発信するんだけど、うん、じゃあどうやったらキャンプの冬キャンプ楽しめんの、じゃあ具体的な対策ってことね。はい、それをちょっと細かく動画にしていきます。わかりやす、もう今のでイメージついちゃったもん。もうやんなくてもいいぐらい。やれよ、そうなっちゃ困んだよ。でも流星がまずやるとこだよね、やることだよね。そのまああんま正直プライベートでキャンプしないじゃん。しない。キャンプ場でさ、いろんな人の見てさ、うん、できはするけど、うん、
で春とか一緒に行ったりするけどさ、うん、確かに冬ってあんま行ったことないじゃん、ね、冬さソロキャンさせるっていうのどう流星に。え、いいよ。いいじゃん。いいよ。え、カメラあり。カメラありでしょ、そりゃ。だるだるじゃねえよいや、いやカメラなしでソロキャンさせるのどうって勝手にしろよそんなん知らねえよ、俺も。みんなも知らないしね。そう、見てるみんなも え、ってなるし、うん、勝手にしろよって。 いいよ、全然。え、でもマジでありだよね。うん、いや俺も冬はやりたいもん。じゃあやろうよ。俺も夏より冬派だ。だ俺だ、みんなでキャンプ行くときさ、基本的に俺がさ、いろいろ道具持ってくじゃん、うん、でそれもなし。俺もソロのしか持ってかないから。パシリだと思ってたのに。誰がパシリやねんお前誰がパシリや。めっちゃ何でも持ってきてくる。ドラえもんって影で呼ばれてるよ。おい誰村長村長俺ら影でドラえもんって呼ばれてるよ誰。え、今日ドラえもん何持ってくるかなみたいな。やばー。で燻製器持ってきたっつってうわ誰も燻製器使わねえみたいな。なってるよ。でもね、うん、キャンパーってそれが悩みなんですよ。いやまあでもそこを頑張っていかないとね。そう、持ってく人がいないと。初心者っていうか、やったことないさ、そう、未経験者はさ、まずそういう人がいないともうやっぱ重い腰が上がんないからさ。そうなんですよ。おんぶに抱っこで連れてくしかないっていう。でもそれなし。いいよ、俺だったら大丈夫、うん、もう好きな道具、うん、自分で持ってきて、うん、それやりましょう。うん、オッケー。でご飯もみんなで一品ずつぐらい。いいね。ちょっとソログルキャンとかね。ああ楽しそう。じゃあそんな感じで冬キャンプの寒さ対策とかね、うん、おすすめギア、装備、服装、これから発信していきますんで。はい。逆に冬キャンプって寒さだけじゃなくて、こういうこれってどうなのみたいなのがあったらコメントで欲しいですね。それに答えていくんで。はい、はい、お便りそれが一番嬉しい。ありがたいね、うん、まあ、あと多分僕らが想定できてない冬キャンプの過酷さとかを味わってる人とかもいると思うんで。なるほど、はい、そういうのもあったらお便りお待ちしてます。コメントのことお便りって呼んでるんだだってラジオだから、ね、あ、そうか、うん、形から入るタイプ徹してるね、さすがだね、はい、ラジオパーソナリティだから。はい、じゃあ終わりです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。